さらに宮崎さんが愛する乗り物の話に。今の自動車にも全く関心がありません。こういうとマラジジが光ってるようなのがあるでしょう。ありますね。あれ全部中国に売るためじゃないかなと思ったりするんですけどね。これグローバリズムだとかトランプだとかって関係なしに、ここで 人手が安いからね、メキシコで工場を作ってね、その車をアメリカに売って儲けようとか、関税がないからとか、そういうことやめた方がいいよ。それはだってアメリカの失業者いっぱい増えるのは当たり前ですね。 EU をイギリスが離脱したことも、それからトランプの現象も多分同じレースの中に起こってるんですよ。無理があるんです。トランプが当選した時には宮崎監督はそりゃそうだろうと思われた。いや思わないですよ。ひでえもんだと思いましたよだけど本当のこと言うと、はい、クリントンもひどいでしょ。もう好きになれないですよ僕は僕は天皇陛下の生前退位というのは認めてあげるべきだと思いますね、はい、本当にとやかく言わずに認めてあげ差し上げればいいんじゃないかと思いますけどね。だから僕はどっかで戦争下手だから日本人やんない方がいいっていうふうに思ってるんです。下手だからひどい戦争をしましたよね。変わってないと思うんですよ。だから当面やんない方がいいと思ってます。当面やんない方がいい、はい、でも世の中だんだんときな臭くなってきてますよね。そうですね、うん、でも急いで平和憲法を変える必要ないとやっぱり思ってますよ。これはどうですか。今年邦画が大変に、シン・ゴジラしかり、君の名はしかり、はい、映画ってそういうことが起こるんですよ。というと、それはずっと続くわけじゃなくて、だから自分たちもそういうことが起こったことあるけど、はい、それはずっと続くわけじゃないですよ。ちなみにこの2つはご覧になりました。いや見てないんですよ全然映画見なければテレビも見ないっていう人間になってるんですよ。